はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は提督の決断スリーパープキと PC 版霊凍機械戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、海軍版インパール作戦ということで、カルカッタに高速艦で強襲上陸をかけ、ここを吸収、インパールも同時に占領するという作戦を行いました。で、今回はですね、さらなる鉄資源を求めて、昆明、重慶、生徒、この3つをね、狙っていきたいと思います。アメリカ軍の艦隊はここまでに迎撃戦を展開してですね、だいぶ損害を与えているので、しばらく大規模な作戦はないということからですね、こちらの大陸方面で、作戦を展開していきます。で、一方ですね、ラバウルなんですが、ここが少し陥落のピンチになっていまして、死守するのが難しいかなという状況になりつつあります。艦隊をね、差し向けたいところなんですが、第二艦隊、これ今クレで、修復中なんですけども、武蔵が94分の79耐久度のところですね、回復してきているんですが、まだ少し時間がかかりそう。長門に関しては75分の47という状態です。その他の艦艇はね、十分に回復しているので、まあ、武蔵と長門を外して残りの艦艇で攻撃を仕掛けるという、あるいはラバウル、トラックを救うっていうのも考えたんですが、まあ、一旦ね、このまま艦隊戦力は温存したいというふうに思っています。で、続いてですね、建造中の船、ご紹介しておきたいと思います。まずは、帝国海軍、待望の新型大型空母、二次型、一番艦にあたる風林火山なんですが、あと8ヶ月かかります。これは艦載機数100を誇る、まあ、いわゆるアメリカ軍の SX 級にね、対抗するための大型正規空母、風林火山。これが一番艦。で、二番艦としてですね、まあ、いつもだったら戦国大名の旗印をつけているんですけども、ちょっと迂闊にもですね、そのまま、OK をしてしまって、比較という普通の名前になってしまったんですが、大型正規空母2次型の2番艦として比較。本来だったらね、風林火山の後は天下不武とか天下統一とか英楽通報とか、まあ、そういうものを僕の場合だとつけてたんですけども、ちょっとね、先ほど話したように迂闊にも OK ボタンを押してしまって比較になってますが、2次型の2番艦。ただこれ1年かかるんですね、建造するのに。日本の工業力だと。それだと少し追いつかないねというのがあって、同じく空母なんですが、中型の昇格型の空母、広角と双角、2隻、これを新しく建造します。これがあと8ヶ月。なので、8ヶ月後には、大型の正規空母、2次型が2隻、昇格型が2隻、合計4隻の空母が上がってくるという状態なので、この4隻の空母をね、新しい機動部隊の中核に据えていきたいというふうに思っています。まあ少し先の話ですね。では時間を進めていきたいと思います。カルカッタの方にアメリカ軍が奪還作戦を仕掛けてきていますので、これを撃退するために基地航空隊をね、カルカッタの支援に向けていきます。おそらく15部隊だけであれば、カルカッタ防衛できると思いますので、しっかりね、まずここの防衛を行っておきたいと思います。はい、カルカッタのはラングーンの航空隊を使って壊滅させました。これでしばらくはね、安泰かなとは思います。まあ、ただですね、今ラングーンには大規模な基地航空隊を編成してあるんですけども、この理由というのがカルカッタの攻略のためだったんですね。で、このカルカッタの攻略部隊はですね、今後、重慶だったり、あるいは生徒だったりっていったところの攻略をするには、ちょっと遠いんですよね。なので、ラングーンの基地航空隊は少し縮小して、一部をマンダレーに入れ、残りの大部分は武漢に配置。で、武漢から重慶と生徒を空爆すると。いう作戦に切り替えていきたいと思います。なので、もしカルカッタに再び敵がやってきた場合は、マンダレーで、敵をね、
利益するために支援を行うということにしたいと思います。はい、昆明を占領しました。続いて重慶と、成都も攻略していきます。で、重慶の攻略には機動部隊も一応ね、投入予定です。ハノイ近くまで進出させて、不足している航空機をね、機動部隊から出すことによって補っていこうという作戦です。同時に機動部隊のね、練度も上げていくと、まあ、一石二鳥を狙った作戦になります。はい。では、小沢艦隊もですね、トンキン湾の方に、もう、横付けして、重慶に対して砲撃を、空撃を加えています。これを繰り返してですね、少しずつ削ってきて、ようやく、重慶の守備隊の数を減らしました。これで重慶の占領完了です。この後、成都も攻略。まあ、西安の方はね、じわじわと削るとして、成都の攻略を進めていきます。では続いてですね、生徒の攻略を進めていきます。で、ここに関してはですね、重慶の方に、航空隊を今集めてきてますので、転属で。重慶の方に部隊が集まり次第、生徒の総攻撃を始めていきたいと思います。はい。ここでトラックの方にですね、敵の戦艦部隊が攻撃を仕掛けてきています。数が不明なんですが、戦艦3から4という情報になってますので、これをね、トラック陥落するわけにはいきませんので、迎撃していきます。アメリカ軍の艦隊分かりました。戦艦が4ですね。要塞とか削られて守備隊が危険にさらされてます。ただ近くに潜水艦隊がいるので、戦艦だけであれば一方的に殴れるんじゃないかなと思いますので、ここはですね、戦艦部隊に潜水艦部隊をぶつけて、行こうかなというふうに思います。ちょうどこのタイミングですね。では、潜水艦でジャイアントギリング。敵の戦艦を沈めに行きましょう。で、トラックの方なんですけども、潜水艦でね、ちょっと敵の戦艦を沈められない状態になってますので、これ救援するために第二艦隊、長門がまだ完璧には治ってないんですけども、トラックにもドックはあるので、これは急ぎですね、トラックに向かってトラックを救援したいと思います。これトラックが奪われるようなことになるととても厄介なことになりますので急いでトラックに向かいましょう。ただトラックに最短距離で行くにはですね、サイパングアムを通らなきゃいけないんですが、まあ、それは危険なのでどうしても通れないのでペリリューを経由します。最大スピード24ノットですね。これで進んでいきます。間に合ってくれればいいんですけどね。トラックが本当に危ない状態です。さらにアメリカ軍の第二航空艦隊も来てるな。ちょっと本当にトラックが危ない状況になってますので、トラックの防衛に全力を注ぎたいんですが、第二艦隊がまだ、だいぶ遠いところにいるので、まあ、最悪トラック一度奪われる可能性があるかなというのは覚悟をしておいた方がいいかもしれないですね。で、小沢艦隊は今マニラで、全く石油が入っていない状態なので、出撃できないんですよね。かなり厳しいというか、大陸方面に目を向けすぎていたというのと、アメリカ軍のやっぱり艦隊ね、潰しても潰しても本当に出てきますね。何なんだっていうぐらいね、出てきますね。まずは、基地航空隊で進行してきている敵の進行部隊を壊滅させる。これで、
すぐに占領されるっていう状態を防げましたけども、少なくともアメリカの戦艦部隊と、空母何隻かはまだわからないんですが、アメリカ軍の空母艦隊がトラックに迫っているというのは間違いないので、急いで向かわせましょう。航空機6機だけか、大規模な航空隊はいなそうですね。ただじりじりと守備隊が削られていっているので、まずはトラックの直縁を増やします。今敵の戦艦を叩くために直縁の数をゼロにまでして敵の戦艦を攻撃したかったんですが、今敵の艦隊ロストしている状態なので、一旦ですね、直縁の比率を上げて敵の航空隊叩いておきましょう。アメリカ軍の第一航空艦隊ですね、航空機の数157、これでトラックの守備隊が玉砕したわけだな。トラックにさらにアメリカ軍の機動部隊数不明、飛行場が全部潰された。やるな。これは一刻を争う事態になってきてしまいましたね。まあ、急いで向かわせたいんですが、機動部隊、小沢艦隊は石油、今、給油中です。グアムからもトラック狙えるからな。アメリカ軍強いよね、ここは。なので、まずは小沢艦隊を待って、第二艦隊と合流して敵の艦隊を叩きましょう。敵の艦隊が思ったよりも大規模な艦隊になっているので、栗田艦隊だけで突入するよりかは、小沢艦隊と合流して進んだ方が良さそうですね。まあ、トラックは寄って奪われることも致し方なしと。アメリカ軍の第一艦隊が分かりました。空母3、戦艦3です。で、揚陸隊が26いるので、トラックは取られる可能性が極めて高いですね。残念ですけど。トラックが取られるので、ペリルで、小沢艦隊と、栗田艦隊合流させて、トラックの奪還を目指しましょう。いや、本当に、アメリカ軍を舐めてたな。もう2、3ヶ月は、攻撃できる状態にはないと思ってたんですけども、そんなことはなかったですね。まさか、これほどまでとは思わなかったな。はい。トラック白地がアメリカ軍の手に落ちました。さらにアメリカ軍の方は、戦艦4隻の艦隊と空母3隻の艦隊、これをおそらくこのままペリリュー方面あるいはラバウル方面に動かしてくると思うので、まあ、ちょっとね、今中国大陸で快進撃続けてますけども、栗田艦隊、戦艦大和武蔵品川と小沢艦隊、機動部隊ですね、これを合流させて、敵の艦隊と一戦交える必要があるかなと思います。その戦場をどこにするかなんですよね。サイパン、グアムは強力な敵の航空基地隊がいるので、この近くで戦うと圧倒的に不利になるので、できればペリリュー、この辺りに敵を引き込んで叩きたい。でラマウル近辺もですね、制空権で言えば圧倒的にアメリカ軍なので、まあ、最悪ラバウル陥落も仕方ないかなというところですね。はい。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。